ドーンと12月プレゼントのコーナーです。さて、プレゼントコーナーの紹介です、実は12月ちょっとホットタイムでは、いろいろなプレゼントがございまして、紹介いたします、はい、はがきを出せば必ず当たるかもしれないかもしれないという、はい、ドースケバイエンの梅干しを3名様にありがとうございます、それからですね、何がありましたっけ？あ、何がありましたっけ？あ、そうそう。特にね、今回はですね、これです。庭田ずみと申します。庭田ずみ。はい。これは、山岡町久保原の、臨床寺、爪切り図像のね、臨床寺の、宮地直樹さん、ご住職、直樹さんが、まあ、作られました。作られましたというかね、まあ、監修の監修、まあ、あの、紙芝居の、庭田ずみ。これはペット、なくした時の、はい、そういった時の、まあ、お経とそれから紙芝居が入っています、うん、これ、中に DVD が入っています。これ今日本当は流そうと思ったんですけども、これコピーガードかかっておりまして、うん、放送で流せませんので、これ10名様に当たります。10名様、はい、庭田ずみです。さあ、それからですね、続きまして同じく、今回は、宮地直樹さん、ご住職の同心庵の、2022年のカレンダーですね、同心庵、まあ、人形ね、はい、人形の、カレンダーですね、2022年の、はい、これを、10名様にプレゼント、はがきを出せば当たるかもしれないですね、うん、このカレンダーのお人形のお話とこの内容について前回の生配信の時にいろいろ直樹さんから直接お話を伺っていますので、もしご興味のある方はその前回の生配信見ていただくと、はいはい、よろしいかと思います。ということになっております、はい、それからあとはですね、あ、これもね、お早めにお願いしたいというか、これは早めに当選者の方に、うん、もうはがき送ってくださった方に差し上げちゃおうと思っているのが、えな、えな郷、かんぽの宿、かんぽの宿の、無料入浴券、ごめんなさいね、無料宿泊券だったらいいんですけど、宿泊は、はい、ご自分でお泊まりになってください。無料入浴券を、ペアで、はい、3名様に。うん、ということで、当たります。その入浴券で、はい、漢方の宿にお風呂に入りに行って、はい、それでラウンジのところで、はい、なんかクリスマスのなんかコンサートを聴くことができる、あ、そう、12月24日、クリスマスイブですね、金曜日の夜に、そうですね、漢方の宿のロビーで何かしら音楽会が開かれるそうですので、よろしかったらまた皆さんということで、はい、何の話ですか？あ、それからですね、もう一つはですね、お隣の瑞浪市の竈門町、竈門町にあります、竈門ブリュワリーという、ビアバーができるんです。ビアバー、まあビールを飲める、まあ、バーですね。そのままに、そういうところがあるんですけども、ビアバーが今、土管工事で作っとるそうですので、そちらの、チケットを、これまたペアチケットで3名様に、はい、プレゼントいたします。はい、ということですね。宛先はですね、サザの、あ、サザありましたね、そういえばね。サザありましたね。サザはですね、もう一つ、あ、この同心庵カレンダーと、それからこの庭田ずみ DVD、ね、もう今回もう、ね、山岡町、久保原、臨床寺からね、プレゼントでね、たくさん、いただいておりまして、クリスマスプレゼント、サザ、寺喫茶、サザの、何かいいことあるかもしれないチケットですね。わかりにくいんですけど、はい、まあ、とにかく当たった方は、サザに行っていただくと、そのチケットがもらえると、そのチケットで美味しいお茶や、まあ、スイーツ、あるいは、まあ、お土産なんかもゲットできるかもしれないですね。そういう、そこってどうよ。そういう、いただけるかもしれないじゃなくて、これはいただけるんだな、ね、当たった方はね。はい、ということで、はい、
テレ朝サザの何かいいことがあるかもしれないチケット、大体おいしい、はい、これペアで、5名様に、はい、当たりますので、ドーンと12月プレゼントのコーナーです。応募方法は完成はがきにお名前、ご住所、連絡先、電話番号をご記入の上、郵便番号 509-7401 えなし岩村町飯浜2257番地1、一般社団法人えな健康生活支援隊12月プレゼント係までどうぞご応募ください。なお締め切りは2021年12月17日金曜日必着となっております。ドーンと12月プレゼントのコーナーです。応募方法は完成はがきにお名前、ご住所、連絡先、電話番号をご記入の上、郵便番号 509-7401 えなし岩村町飯浜2257番地1、一般社団法人えな健康生活支援隊12月プレゼント係までどうぞご応募ください。なお締め切りは2021年12月17日金曜日必着となっております。